皆さんお疲れ様です。アーキテクツの中村手です。よろしくお願いします。ということで、今回はいつもと違ってね、ちょっとソファーで撮っていこうかなというふうに思うんですけど、前回のね、一問一答の動画で建築学生さんにね、伝えたいこととして、建築新人戦には行った方がいいよという話をしたかと思うんですけど、今回はですね、建築新人戦について少しお話できればいいかなというふうに思っています。で、もう9月すぐあるんですよね。この動画が上がってすぐに建築新人戦があるかと思うんですけど、100選の人はね、もちろん、行くのかな。リモートも可能っていうふうになっているので、どうなるかわかんないんですけど、まあね、100選じゃない方でも、それかね、1、2年生であっても行けるのであればね、ぜひ行ってほしいなというふうに私は考えています。まあね、コロナの状況で、行けないっていう方もね、多いかと思うんで、そういう方は確か、ネット配信みたいなものがね、あるっていうふうに、ホームページ見ると書いてあるので、そっちでね、ちょっと見に行ってもらえたらなというふうに思うんですけど、まあ、新人戦っていうのはね、まあ、どういうものかっていうと、毎年ね、9月頃ですかね、で開催される建築設計の、まあ、大会みたいなものになってます。で、出せるね、年次が決まってて、4年生大学であれば、大学3年生までの学生で、各大学のね、課題を出すような建築設計の大会になってて、コンペとかとはね、また違うね、ちょっと変わった大会になってます。コンペみたいにね、課題が一つ決まってるってものではなくて、各大学で行われている設計課題を出すので、結構ね、作品がバラバラだったりして、まあ、いろんな大学のね、教育ってものを知ったりすることも、まあ、できるね、機会なのかなというふうに思います。私自身もね、大学3年生の時に、集合住宅の課題を出しまして、100選にね、選んでもらって、大阪のね、梅田スカイビルまで、行ってきました。で、本当にね、見て世界が変わったんですよね。なんか自分の作ってた課題とか表現方法とかが、なんか全然足りないなっていうことをね、知れるいい機会だったなって今、改めて思うんで、まあ、そういったね、経験談とかね、お話できたらいいかなというふうに思っています。はい。それでは、スタート。はい。まずね、建築新人戦についてちょっとホームページをね、見て調べたんですけど、新人戦とはというところで、所属する教育機関で取り組んだ設計課題を対象に実施するコンテストということが書いてありますね。で、一次審査を突破した100作品は、展示会場で展示されると。で、二次審査、公開審査において最優秀新人を決定しますという大会になっています。で、まあ、目的みたいなものも書いてあるんですけど、まあ、大学の枠を超えて多様な建築の議論の場と、それと、まあ、今後活躍が期待されるゴールデンルーキー発掘の場であるということですね。で、他校の学生との設計課題作品を介した交流の場であるというふうに、まあ、書いてありますね。で、次にね、建築新人戦の応募資格なんですけど、4年生大学、3年生の専門学校であれば、3年生までになってて、短期大学、2年生専門学校であれば2年生まで、短期大学専攻科であれば1年生まで、で、高等専門学校であれば4から5年生までかな。まあ、建築新人戦の特徴としては、大学で行った設計課題を出すということと、まあ、グループでの参加ができないということで、1人1作品までであるということが特徴のコンテストなのかなというふうに思います。で、続いて、まあ、レギュレーションについて簡単に話していこうと思うんですけど、まず自分のね、設計課題の案を A3、4枚にまとめて、まあ、出すと。で、審査期間を終えて100選、最多応募案の中からね、100案、決まることになります。で、その100案に選ばれると、大阪のね、梅田ビルで展示会ができるという流れになっています。今年であれば9月の12、13なんですけど、そこで、公開審査があって、最優秀新人賞が決まるという流れになっています。で、次の日はね、おそらく私の時はそうだったんですけど、8選とか、何選かな、16選とか8選とか選ばれた案は別のところに展示されてて、他ね、100選は広いね、会場に展示されていました。で、次にね、私のちょっと経験談みたいなものを話していきたいんですけど、私自身は集合住宅の設計課題を出しました。私の大学は
3年生の前期に2つ、後期に2つあって、3年生の前期は小学校と集合住宅だったんですけど、その集合住宅の課題を出しました。で、絵としてはまあこんな感じですね。ちょっとこちらに出そうかなと思うんですけど、新人戦100選にね選ばれたんですけど、大学のね、設計課題の公表会では選ばれなかったんですよね。で、私の大学は大体8選とか選ばれて、その8人はプレゼンテーションができるという設計課題なんですけど、そこでは私は選ばれてないんですよね。それをまあ修正パスとかね書き直したりして、まあ、新人戦には出したと。このね作品に関してはすごく苦戦して、提出1週間前とか5日前ぐらいかなまで、悩んでね、コンセプトから練り直したりしてて、最後の先生のねエスキスからガラッと変えて、提出したんで、そのね担当してくれた先生にね、まあ、押せなかったというふうに言われました。でもね、まあまあね評価は良くて、まあ、A をもらったんですけど、まあ、大学の中では選ばれなかったという作品になってます。で、まあそれをね少しブラッシュアップして、まあ、メインパースとかね、図面とかもね整えたり書き直したりして、まあ、新人戦には提出しました。で、そしたらね新人戦100戦通りましたという連絡が来て、でその後ですね模型の修正、まあもともと課題の時に模型作ったんですけど、その模型をね、まあ、修正して見栄え良くしたり、まあ、色とかね追加でつけたり色彩とか加えたりして、あとプレゼンボードですね、展示するのが模型と A1 のプレゼンボード2枚だったんで、その資料を作って郵送して、大阪の梅田に行ったと。で、新人戦の結果としては8戦とか16戦とか、まあ入れず100戦止まりだったんですけど、2票ぐらい入ってたかな、もしかしたら、ちょっと忘れてしまいました。1票かもしれない。票はいただいた記憶はありますね。票が入って嬉しかったんですけど、それよりねすごい衝撃を受けたんですよね。で、何に衝撃を受けたかって、自分の、模型とかプレゼンボードのレベルの低さですねに驚愕をした記憶があります。でね、課題に対してどう読み解いて、どうコンセプトを作って、どうダイアグラム化して設計提案するっていうね、建築設計の部分では全国の大学生の中でもあんまり差がないなっていうふうに思ったんですけど、表現力に関してはもうすごいね学ぶことが多かったですね。あ、全然違うなと、大学によってこうも違うんだみたいなものをねすごく感じました。で、同年代でこんな表現力できる人いるんだとかね思いましたね。で、特に模型で言うと、私たちの大学は結構白模型が多くて、七連ボードそのままを仕上げの表現にして出したりしてたんですけど、もうそんなのは論外みたいなね感じでしたね。その100選の中ではやっぱ目立つ模型っていうものは白模型じゃなくて、ちゃんと強調したいところに色がつけてあったり、いろんな素材をね貼り分けてたり、ジェストとかね素材感のあるものでねちゃんとしっかり表現してあったりして、結構オリジナリティが溢れるね模型表現をしてたなっていう印象でした。すごいねやっぱ差を感じました。で、プレゼンボードに関して思ったことは、やっぱり伝えたいことってたくさんあるじゃないですか、一つの課題でも。なのでパースがあって説明があって図面があるみたいな、ね、2枚だったんで、そういったプレゼンボードだったんですけど、本当すごいね目立つプレゼンボードとかはすごい大胆だなっていう風に感じましたね。1枚丸々手書きのパース使って、2枚目に今図面とかねコンセプトとか書いたりね、伝えたいことを伝えようと思うと自然と文章って増えるじゃないですか。でもそれを分かりやすくするために文章を削っていくことになると思うんですけど、それでもねやっぱ限界ってあると思うんですよ。目立つ人はもうすごい割り切ってましたね。もう文章はほぼ書かないとかね、パース1枚で全てを伝えるみたいなね、本当に伝えたいところをしっかり伝える、まあ、考えてることたくさんあるけど他のことはもうプレゼンに行ったら説明するみたいなね、そんな割り切りがねすごい感じられて、あ、これがまあコンペとかそういう、かつ、まあ、目立つねプレゼンボードなのかなみたいなものはその時すごい感じました。で、本当にね、新人戦行っていろいろ反省したんですよね。自分の表現力が甘いなっていうところいろいろね見れて、まあ、本当に行ってよかったなと、まあ、その時もね今になっても、まあ、思うんですけど、そのね建築新人戦は、大会が終わった後2日目の夜にパーティーやったんですよね。私たちの時は今年はどうか
分かんないんですけど、私の大学の研究室は私しか100選に入らなかったんで、友達とかいなかったんですよね。なのでそのパーティーの中でいろいろね、友達ができたりして、連絡先とかね交換したりして、で他の大学のね課題とかね見せてもらったり、こっちのね、設計したものとかに意見もらったりしてね、すごいね貴重な時間だったなと思いますし、その新人戦が終わった後もね何回か会ったりして、大学院行ってコンペとかでもねなんかまた再会したりして、本当に刺激的な、機会をね新人戦では体験できたなというふうに、私は思ってますね。本当に建築新人戦でいろいろ作品を見て、いろいろ勉強して、自分との違いね、他のいろんな表現とかを見たからこそね、あの大学のね設計課題でもまあ勝てるようになったのかなっていうのを思いますね。今年に関してはね、新型コロナウイルスの件があるんで、私はねぜひ行った方がいいなと思うんですけど、行けないね場合もあるかと思います。でもね本当に行けるなら行った方がいいなっていうのはね本当に思いますね。100選取った方はもちろんですけど、取ってない方もね、1、2年生もね、もしかしたら4年生もね、いろいろ学ぶことがあるかなと思いますんで、やっぱりね、100案案が集うことってなかなかなくて、で、やっぱり100案もあるといろんな個性があって、いろんな勉強ができるんですよね。なので、本当に行けるなら、ぜひ行ってほしいなというふうに思います。で、今年は配信もあるようなので、まあ、そちらでね、見れればいいのかなというふうに思います。で、私は本当に行って設計力が上がったと今思ってますし、本当に世界が変わったなと思いますんで、設計力とかね、表現力とかアイデア力みたいなものをね、高めたいと思っている学生さんは、ぜひ建築新人戦に参加してみてほしいなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。バイバイ。